アラベラエリザベス・ルーペルはイギリスの植物画家である。匿名で出版された女性の描いた南アフリカの花で知られる。シュロップシャーの教区牧師で大地主の娘に生まれた。1840年にイギリス東インド会社の士官のトーマス・ボーオン・ルーペルと結婚した。1843年に子供が生まれた後、夫がケープ植民地に派遣され、夫と共に ケープに渡った。2年間の南アフリカ滞在中に、余かに目についた現地の花の絵を描き始めた。ケープを訪れ、同じホテルに滞在していたカルカッタ植物園のナサニエル・ウォーリッチが、ルーペルの絵の素晴らしさに驚き、一緒に植物採集し、家族をケープに滞在する、天文学者のトーマス・マクレア夫妻に紹介し、メアリー・マクレアと生涯の友人となった。実業家で、 ケープタウン植物園を創立したフォンルドビヒや、旧ガーデンから派遣された、プラントハンターのジェームズ・ボーイなどとも親しくなった。1945年にマドラスに戻り、植物画を描き続けた。ウォーリッチが植物園を退職し1846年にロンドンに戻ると、ルーペルの絵を旧ガーデン園長のウィリアム・ジャクソン・フッカーに見せた。出版されることが決まり、 ギリの兄弟の植物学者、ジョージ・リューペールト10点の絵が選ばれ、有名な版画家、ポール・ゴーチが版を制作し、アイルランドの植物学者、ウィリアム・ヘンリー・ハービーが解説を担当した。アトラス・フォリオ版の豪華本は、貴族、上流階級向けに100部限定で販売され、別に、ビクトリア女王、アルバート王子、東インド会社総督に献じられた。イギリス内外で好評であり、 コレクションの対象となった。1858年に夫は東インド会社を退職するまでに、インドのコインバトールやカッタロールの民事、裁判所判事を務めた。アラベラは、庭園の世話をしたり、父親の遺産で受け取った屋敷などで過ごした。出版されなかったアラベラの原画は1950年にエレキド・ポール、エバンズによって発見され、1951年に、 ヨハネスブルグパブリックライブラリーで展示された後、ケープタウン大学に寄贈され、ボルス標本館に収蔵された。1964年にそのうちの11点が、俗女性の描いた、ケープの花の表題で刊行された。山もがしの種、プロテアルーペーリーに懸命された。ルーペルは、植物の学名で命名者を示す場合に、アラベラエリザベスルーペルを示すのに使われる。 ありがとうございます。